辛さや悲しみ苦しさを時には感じるかもしれない。そんな時は遠慮しないで少しでも相談してね。頑張って生きてる君へいつでも応援してるよ。ゆっくりと休んだ後はみんなで歌って笑おうよ。楽しさや喜び嬉しさも時には感じるかもしれない。そんな時はみんなを呼んで共に分かち合おう。頑張って「それまで僕らも」